こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、ひろゆきとバトル中のユタボンにどうしても言いたいことがある。現在ひろゆきとユタボンがね、いろんな人を巻き込んでバトってるやん。これはね、ユタボンが中学校に行かない宣言、それを出したことで、ひろゆきがユタボンのパパにね質問したことでバトルに発展してるんよね。まあ早速ね、まずはちょっとその大まかな流れだけ最初に説明しときますね。ひろゆきがユタボンのパパに次のように質問。中学生は1日に5時間勉強しますが、お子さんは何時間勉強してますか？ユタボンのパパがひろゆきに反論。え、何の資格もない中卒の人間が子供に勉強を教えてはならないという法律でもあるのですか？ホームスクーリングのメリットは、様々な方法や教材を使い、子どもの興味あることを存分に勉強できることにあります。そもそもユタボンの動画を見れば、どんな人から何を学んでるかも見れるはずですが。ひろゆきがユタボンのパパに反論。子どもを出しにした動画でしかお金稼ぎができない無能が、再生数のために子どもから教育と学歴を取り上げること、動画を真に受けて間違えた道に進む子どもが出てくることが社会にとって良くないと思っています。ユタボンがひろゆきに反論。本当クソだなと思う。ひろゆきがユタボンとユタボンのパパに反論。おいらのことをどう言ったとしても本人の学力が上がるわけではないのです。他人を罵倒することで子どもの学力や知力が上がるわけではないということがわからない大人に囲まれて利用されているのはかわいそうだなぁと。ユタボンが立花隆を交えひろゆきに反論。ユタボン、ひろゆきという人に親はクズだとか学校行けとか言われるが、なんで裁判に負けて4億円払わないのに俺に言ってくるのか。ひろゆき逃げるな、裁判所行け。立花隆。ひろゆき君は学校に行けという道徳を一番言っちゃいけない人。ひろゆきがユタボンに反論。時効なんで賠償金を払う必要ないです。発言の資格を言い出すと、彼の父親は恐喝、窃盗、傷害、暴走、喧嘩、シンナー、麻薬、覚醒剤に手を出したことを自白した犯罪者なので、逃げるな、刑務所に行けと父親に言うべきとなります。まあちょっと長かったけども、こんな風にねバトって今に至ってるんよね。そんなひろゆきと絶賛バトル中のユタボンに今日は言いたいことがある。その格好、そしてその麦わら帽子、明らかにワンピースのルフィに寄せてきてない？ワンピース好きのねミルキーブルーとして言わせてもらうと、ユタボンのその格好をね目にするたびに不快になるっちゃんね。なぜなら、ルフィのイメージに傷がつくから。あの日本が誇るルフィがね、日本が誇れないユタボンと一緒に見られる。そんな侮辱はないわ。だからユタボン、ルフィに寄せたその格好を即刻やめなさい。ユタボンが中学校に行こうが行かまいが、どうでもいい。ルフィに寄せたその格好をやめなさい。
ユタボンがヒロユキとバトろうがどうでもいい。ルフィに寄せたその格好をやめなさい。ユタボンがどんな大人になろうがどうでもいい。ルフィに寄せたその格好をやめなさい。世のワンピースファン、みんな怒り心頭と思うよ。絶対みんな不快に思っとうけん。とにかくね、そのルフィのね、コスプレじみた格好、即刻やめてほしいよね。これ以上ルフィのイメージを下げないでいただきたい。みんなも思わん？以上。あー、すっきりした。今まで言いたかったっちゃんね。ワンピース好きの人聞いてる？ミルキーブルーのね、ルフィに対するこの熱い思い、それを理解してね、共感してもらえたら嬉しいな。だって完全にあれ、ルフィ意識してるやろ、ユタボン。ねえ。まあ、とにかくね、ユタボンなんてどうでもいいんで、ルフィのね、イメージを傷つけることだけは許されんけん、ちょっと今日はね、ユタボンに物申してみました。ユタボンよ。そのルフィみたいなコスプレっぽい格好、即刻やめてくださいね。今日はそれがただただ言いたかった、それだけです。みんなも思うやろ？では今日はそんなユタボンに言いたいことのお話でした。ご視聴ありがとうございます。それでは。